回目になりましたね。6回目6回目。すごいな。今どんな気持ちになってるのかなってちゃんと考えてくれてるのね、すごい伝わるから。じゃあ行こうか。行こうか。ジェンドーブレイエステムケンズジャポニー。ジェンドーブレイエステムダリアスポスキー。どうすかこのポーランド語。え、いいよ、結構いいよ。結構いいの。結構いいよ。じゃあ、ポーランド語いっちゃう。これまたちょっと試してポーベース。もうこれと 2MB ポルスクだけで生きてきたから。あーマジで。はい、ということで今日のスペシャルゲスト、はい、ダリアです。ダリア、はい、東京住んでますけど出身はポーランドです。よろしくお願いします。うん、よし。もうほとんど日本人のポーランド人やな。そんなことないよ。日本語ペラペラの。だから今日は、まあ、日本語でまあ、いろいろポーランドと日本のトークしていきたいなと思って、うんうん、はい、はい、お願いします。まず普通にさ、もう、うん、そもそもなんで日本にさ興味持ったん？最初は、うん、でも結構偶然だったんだけど、うんうん、その生まれたところはクラクフっていう町なんだけど、うん、そこに日本語学校があって、うん、でちょうどなんか私多分趣味なんかあったらいいなって思ってた時に、うん、こうなんか日本語聞こえて、うん、なんかテレビとかで流れてたんだけど、うん、発音聞いてすごい綺麗だなと思って、その響きが、うんうん、でもなんかまあそういう気持ちも軽くて、その日本語学校ちょっとだけ行ってみたらすっごいすごいあの明るいところで、うんうんうん、いつも本当に元気与えられるような雰囲気だったし、先生の人もすごい素敵な方で、うん、でもなんか日本語勉強してる海外の人って、うん、日本語が可愛いみたいな、日本語の音が綺麗っていう人が、うんうんうん、多い気がするんだけど。あ、多いんだ。どういうとこがそう思う？俺全然分からへんねんけど。なんか、分かんない、うん、俺、まあ俺らからすると、うん、韓国語とかはなんか、うんうん、せよ、なんかよっていう、ね、可愛いと思う。あれは可愛いと思うけど、だから一緒だよ。可愛いっていうか、なんか私はもうめっちゃ綺麗、なんか丁寧だからこそ、なんかすごくみんなもう日本語喋るだけでいい人そうだってなんか最初の頃めっちゃ思ってて、それですごく素敵な言語だなと思って、うん、うん、思ったね最初は。学校もめっちゃ楽しみになってきて、うん、通うようになって、そう徐々に日本語も伸びてきて。そうだね。でそっからどうしたの？そっからは日本に来ました。1回目の1回目結構勉強してから来たね最初は、うん、それいつの頃？最初の日本は、最初の日本来たのは16歳の時。16歳。そう、高校生の高1か。そうだ ね、 ね、 ーねー。そう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 。それ交換留学みたいな。それは弁論大会って言って、なんかスピーチコンテストみたいなのがあって、はい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 、そういうのをポーランドで毎年やってるんだけど、うん、ポーランドで優勝して、で日本にこうその世界大会みたいなのやつに参加して、それが初めてだったね。2回目は留学、その高校の留学だったんだけど、うん、はいはい、それは仙台の方だから東北、うん、あんまり普段あんまり多分行かないところ。行ったことないもん。行ったことない。そうだよね。だからこそ私やっぱり行ってよかったなって思って、はい、また絶対行きたいなって思って、うん、でもう今6回目になりましたね。6回目。すごいな。すごい。1、2回目からなんかはしょったけど、うん、3、4、5は何？なんかねいや全部バラバラ。バラバラ。旅行だったり、一人旅だったり、うん、あとワーキングホリデーも、うん、そうだね、そういうビザがあるんだけど、うん、そのビザを使ってなんか1年間人生1回だけなんだけど、うん、その1年間なんかアルバイトとかしながら旅行ができるっていうビザ。はいはいはい、俺もそれ使ってたよな。あ、使ってたね。ポーランドで。あ、ポーランドね。ポーランド語で伝えといてや。なおもしちゃうプタイツベビザワーキングホリデーボーイスナプラブドスーパーイーナプラブドトボーシャガニアナドシフェツレニアNie ma za wielu chętnych, także miejsca są wolne, więc można w każdym momencie tak naprawdę aplikować. Polecam. Ole ga tamen tsukere hen jimaku wo. Nanka shoete mite ja. Genki. Genki. Spoko. 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 Lubię ponchiki. Ponchiki.6回もさ日本来てさ、うん、逆にもう日本いいわってなって、うん、韓国行こうとか中国行こうってならへんの？ならないな。それでも日本な。飽きない。じゃあさ、うん、これ一個日本、うん、大好きな文化ってあげるとすると、うん、何選ぶ？大好きな文化。一番好きな文化。やっぱりこの人に対してのリスペクト、うん、あはすごくすごく強いと思う日本では。やっぱりね。
気遣いとかそういうところも、そう、そういうところ、なんか空気読むとかね。どういうところに顕著に感じる、そういうの。でもいろんな場面ってマジで友達と喋るときだけでも、ポーランドだったらもう超仲いい子はもうマジでもう何言ってもいいみたいになるんだけど、それでも全然いいんだけど、日本はこうね、本当に知らない人でもめっちゃ仲いい人でも今どんな気持ちになってるのかなってちゃんと考えてくれてるのね、すごい伝わるから、それがね、それがすごいと思う、日本の文化では。俺からも感じた。感じるよ、え、感じるよ、感じるよ、やった日本人は俺やっぱ逆に言うと、じゃあ日本にはないけどポーランドにある一番好きな文化なの。なんか、例えば日本はさ、約束するときとかさ、結構先に決めないといけないじゃん、なんか、まあ、前もってね、ね、そう、もちろんフッカルの人もいると思うけど、でもポーランドマジでみんなフッカル、そうやんな、そうそう、もう今さ、もうその瞬間に連絡して、ちょっと今どっか行くみたいな、それがもうほとんどだからね、それがちょっとね、恋しいなって思う、日本で過ごして俺それ嫌やね、ポーランドでも何か今からどっか行こうぜとか言われると、俺嫌やって、なんか嫌だった、俺も、もう最初から決めたいね、もう予定を。そっかそっか、そうそう、それのために準備したいし、いや、それまでにじゃあ仕事して勉強してとか考えれるやん、そうそうそう、やっぱりね、そういうのあるもんね、几帳面なんかな、日本人って。いやでも、まあ、まあ人によるしね、ミキちゃんもちろん忙しい人もね、ポーランドでも全然いるし、ね、なかなか会えないと思う。ポーランドでもめっちゃこう日本人みたいに相手に丁寧っていう人めっちゃいる？いない。あ、それいるの？怒るよ。いる？私調査ポーランドしないから。いる？どこいる？わかんない、なんか丁寧っていうよりは、あー、もう一つなんか、日本にはね、会えばいいなって思うのは、丁寧っていうよりそのフレンドリー、なんかさ、店員さんでもさ、こうめっちゃ笑ったりして、ちょっとしたもう会話してみるみたいな、分かる、今日天気いいねみたいな、絶対言われないじゃん日本、てかもう店員さんがいらっしゃいませって言ってもむしるからな客は、ね、そうだね、そうそうそう、だからそういう感覚がね、ちょっとそういうのか、もうちょっとこう友達ではないけど、ね、もうちょっとね距離が近い環境がね、そう、フェアじゃないよな、そのそうそう、ね、客と下上になっちゃうから、店員っていうね、もう、そうね、客が神様みたいな構図ができるから、そうね、それはどう思う、ちなみになんかどっちが良かった、いや、それより俺ポーランドが良かったと思う、あ、そう、うん、あのフレンドリーな感じ、ね、いいね、けど、ね、レストランとか行って、なんか裏で携帯触ってるの丸見えとかポーランドあったから、あ、それいいのって思った、あ、その店員さんがね、そうそう、客が来るまでにこう携帯触って、客来たら立ち上がって、それちょっとやだ、なんか自分邪魔してるみたいな気持ちになるよね、そうそうそう、お客さんなのに、これ行っていいのみたいなのが、そうだよね、びっくりしてないの、そうだよね、じゃあ逆に、一個日本の嫌いな文化、嫌いな文化出た。なんだろう、